先日、うん、上野グリーンクラブで買ってきた五葉松。あ、そうなの。高知かな。だから南の方の五葉松で3つ買ってきて、1個僕が曲げたのがこれ、これ正面がこんな感じ、こんな感じの1つ僕は作りました。ただ先生ならどう作るかということで2つ持ってきたので、うん、ちょっと今日曲げてもらおうかなと。これね、端生がいいよね。端生いいです、うん、ちょっとそれが一番良かったんですけど。これが一番いいよ、うん、意外とね、南の方の木でも端生いいみたいです、うん、やっぱりね、足元をこう下の方から燃えついてるからね。そうなんですよね。やっぱりいいよ、これ未生だそうです。未生、未生して、この2つ、これが、それは足元面白かった。これは、うん、面白いね。これもうちょっとこれ、根っこ出してもいいかな、これね、うん、差し枝になってるのがちょっと枯れかけてると、うん、これはダメだね、これね、うん、どれ使うかだな、これね、これ抜いちゃうか、これ抜いちゃうかだよ。そうですね、うん、ここを両方つけとくと、ここ太ってくると思うんだよね。そうですね。だからそれで今の状態だと、これがあの模様がついてるでしょ、この枝が。こっちはもうこれビューンって伸びてるから、この枝を抜く構想で行ってみようかなと思うんだけどね。これはすっきりしてるね。すっきりしてる。これなんか見えますよね、ちょっとね。これもちょっとこう値上がりっぽく作れるかな、これね。半券街風に作ってってみようかな、これね。半券街。こう周り切るね、これね、はい。こっちはほぼ抜く枝ないのかな。これは抜かないで作ってってみようかな。うん、やっぱりこう切ると見え方が違ってくるね。そうですね。これ縁が上がってるとね、うん、足元見えないんだよ、これ。なんか浮かんでくるかな、これ。そうね。ちょっとここ、少し落としてやる。はい、こう針金かけてきます、これ。もうこれ幹がいじるとこないから、もう枝先だけになるね。で、これこう下げてくるか。あ、そこ半券街にする。半券街だから、うん、これは枝として幹筋はこれでくぐっていくかな。例えば針金も販売することにしました。針金、うん、銅線、銅線もそれあんまり手に入らないからね。1キロとか2キロになっちゃうもんね。1キロ2キロですね。500グラムと1キロだった気がする。それ小分けして売ってるとこもないからね、うん、ウェブショップで買いますので、皆様ぜひ。これ下から通すんですか。下から行かないとこれ下がんないもんな、これね、うん、ちょっと根っこを巻いちゃうけど。銅線は何番ですか。これはね、18か、これ18。上の方を芯にする。これ太い方を芯にして、これ持ってきて芯に。なるほど。言われて、これ買った時に、これこの春になったら芽出てきますかって聞いたんですよ、うん、根元からと、うんうん、のところから。そしたら針金をかけたら芽が出るって言われて。かけたら、うん、へ、そういうことあるのかなと。これ木がまだ若いからこれ出るんじゃない、うん、芽吹いてくる可能性あるよね、うん、なんか針金かけて負荷与えないと、うん、こっちが伸びちゃうみたいな。こっちから力いっちゃうのかなって。頭の方に、うん、だから針金かけることでこういうところが苦しくなって、うん、芽が出てくるのかなっていうことだと思うんですけど。これで芽が出てくるよね。もっとちっちゃくできますもんね、うん、形だけ決めて。ちょっと枝がほら間延びしちゃってるから、うん、ちょっとこっち決めるわ、はい、3つあるの、これ3つある。2つする。そこ
か、そこ頭なんですか。頭この2つで作るか、うん、でこれかなりこう模様が幹に模様があるんで、はい、枝も同じぐらい模様をつけていかなくちゃならない、これ、うん、このままじゃおかしいですもんね、はい、枝ももうちょっと細かい模様入れてきますから、はい、これ部分が針金を背にしてるところですね、うん、これが裏枝になる。細かい模様。刺し枝に細かい針金を。細かいから。これ22番。これさっきも22番？これに今ここに書くのが22番これ。何番買おうかなと思って。商品だったら、うん、これ細いのは必要だよ。で16から22、うん、そうぐらいってことですね。うん、16、18、20番もいるな。16、18、20、うん、16、22、うん、5種類ぐらいあれば商品できますね。小さいやつだったら そのぐらいあれば十分だよね。つかなかったら16、2本かければいいですもんね、うん、ちょっとクロートっぽいじゃないですか、うん、少しでも初心者種を消していかないと。やっぱりこう小さいのと細い針金だね。20番、22番必要だよ。22番で目起こし、うん、そう。20番はその前の前の、うん、うん、18はもうちょっと太い枝。18も これは18かな。最初16じゃない。16じゃない、16だ、18だ。これ16番だろ。あ、じゃあこれよりもうちょっと大きい幹だと、うん、そう、これより16、これ18だわ。やっぱり16も必要だよね。切った時綺麗なんですよ、ね、綺麗で動線のが、うん、アルミだと針金だらけになっちゃうからね。太くなっちゃう。さっきの僕のね、うん、やったやつもそうだけど、あれ動線なら1本ですよ、うん、これ正面反対にします。え、こっち側。これね、こっちから裏枝が全然ないんだこれ。だからこっちにすれば裏枝があるから、うん、これで使ってで、こう今は根っこ取ったんで枯れてるやつ、そこへこんでる方がこっち前向いたから、こっち反対します。ちょうどこれ裏枝ができたんで、この間入ってきてるから、でこれがちょっと長いかなっていう感じをするんだけど、こう懐にこう芽があるからね、これ使えると思う。後ろ枝がないと全然違うでしょ、うん、だからね、これ裏枝ね、こうなってる。これがあるから前だけじゃしょうがないもんね、これね、うん、根を切って正面を変えれたと、ね、うん、こうにしたから、これが効いてると思うんですよ、これ、はい、細くすぎて目起こしがうまくいったな。目起こしがね、これでまた目が吹いてくるやね。そうですね、うん、先生はこうやっぱこう線を見せるっていうか、このね、うん、こういうのを意識していくんですか。この辺でもう一脚欲しいかなっていう感じ。そうですね、ここね、ここもう一回曲がったらいい、うん、僕があれ作ったみたいに、うん、ギューって潰す方がちっちゃくできるけど、うん、こうやって線を見せる作り方ですね、先生。これ全部枝が一つずつ枝分かれ見えてるでしょ、ほら、うん、次まず角枝取ります。これ、はい、カンヌキか。カンヌキがカンヌキ上出てんだよな。これね、枝抜きます、ここ、はい、これ一貫抜き、これは長すぎるんで、うん、真ん中取っちゃう、これ、はい、でこの2つで作るにします。ここもね、あ、これ使うか、2本出てる方使おうかな、はい、ちょっとこの間抜いちゃいます。これ内側出てるからね、こことここが貫抜き、こことここが貫抜きだったよね、はい、これ取ります。
右左で、これです、うん、これね、はい、で、先端がこれだから2つ減らします、ここは、はい、あ、4つあるよ、これ、うん、これ、枯れるな、これ枯れそうですね、これ危ないな、これね、うん、ただ切っちゃうのかどうなの これ取ってこれとこれ使うかこれ残しとく、ね、多分これ枯れると思うよこれこのやっぱ正面が多分ここになるじゃないですか、うん、でもこっち持っていけるのかここはいじんだちょっと針金だけかけとこうか、これこれ取んない方がいいと思うよ枯れるよ目がないんだもんほら多分枯れそうです残しとこうか残す、うん、残しとくこれ何もしないとちょっとかけるかここにやっぱり何もしないと五葉松ってこんな間延びしてくるんですかねそうでもないと思うよこういう若い木だってこういう芽出てくると思うよこういうとこああなるほど結構ねこうやってビヨンビヨンビヨンって伸びてくるのあるじゃないですか、うん、例えば枝元に芽が出ても枝数減らさないとそうだねなくなっちゃうんですかね、うん、こういうのがほら使ってくるじゃんこれ新しくてダメだろこれ、はいはいはい、こういうの使えるもんそうですよねだから出てくるんだよこれこう詰めてくるとこがいいかなこれねこういう芽育ててみんなここへ呼ぶ行っちゃうもんねそうそうそう先端だけだからこういうところから出てきたら、うん、もうだん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 こう追い込んでいかないと追い込んでいくんでしょうね、うん、きっとギューって僕みたいに畳み込んで作っちゃうとそういうの拾えないじゃないですか、うんうんうん、だからちょっと緩めで作っといた方がいいのかもしれないですねそうだね、うん、どういう構想で曲げてるんですかまだ決まってないの決まってないだからねどっか決まらないとダメなんだよねここはもう強い模様入れたからねこの間はねこれこういうとこも入れておこうかかっこついたでしょこれ2回転ぐらいひねってるこれでこう上来てまた回ったねこのまま回ってね、はいはい、もう一回曲げるこっちへこれを細かく細かいです、うん、細かい模様つけていくだけでいいこれ強くつけとけば、ね、いいですね、うん、ここまで絞っちゃうかなここにそうですね、こうね、普通これがこうくるから、うん、絞っちゃうかな物がちっちゃいんでちょっと詳細が見えないところが多いんですけど、うん、こういう細かい枝の曲を枝の模様つけだねこれね、うん模様をつけてた方向性と結構模様つけたよこれついてますねこれとかね、うん、全部つけとこうこの辺まだだ、うん、これがついてるとやっぱ下の動きをねそのままこう枝までつけていくっていうのはいいです、ねうん、これつけとけばこう模様が強いからねこの幹の模様がね、うん、同じ模様つけとかないとかっこいいもんこれここは正面あの気になる枝がねこれこれですよね、うん、これとこれこれとこれ、うん、なくていいですもんね一応なくてもいいと思うんだけどただこれがなくなった場合どうなるかなんでね今後ろに持ってってる、うん、これですねもうちょっと 今役目してないからねこれいらないかなっていう感じ、うん、ちょっとこれ3つ取っちゃってもいいんだなとね、はいはい、それかここまで追い込めるんだよああなるほど短くうん、ちょっと今だとね、うん、ちょっとあの方向性が完全にできてないからこれ、ね、一応取るのもまだ惜しいかなっていう感じこれなくてもいいと思うよこの2つはここなくていいような気がしますちょっと後ろが寂しいんだよな、ね、前かがみすぎてるけど後ろがこの枯れそうなやつしかない今これしかないこれもうちょっとこっちへここでうまくこう返ってくれね、はいはい、なるほどここがこれ裏枝にできないですかうん、これ上から持ってくかねどうせあんま役目がないから いらないだろうねそうそう、うん、
いじってるとこれダメになっちゃう。ダメになっちゃいますね。ダメになっちゃう。これ一個ずつこう、うん、ここ取っちゃってもいいかなっていう感じです。これちょっと多いですよね。うん、取っちゃおうか。取っちゃいましょう。ここでも幹にこれ被ってるのはありなんですか、うん、この正面から見た時にこう被っちゃうからうまくねえんだよ。あんた幹にね、うん、ここで懐から出てるからね、これね。ただ細いあの枝だから残しといても今のところいいかなと思うの。将来的にこの太いの取っちゃってもいいかな。でも懐から出てくからね、これね。そうなんですよね。取っちゃう。こいつが枯れた時の代わりにはなりそうな気はしますよね。うん、ここでここがおかしいんだよ、やっぱり出方が。そうですね、うん、この懐からお腹から出てくからね。お腹から出るのはダメですよね、うん、こう将来これでもいいかなと、うん、だからどっちもいらなくなるかもなっていう、ね、春の芽吹きに期待。まだ正面を変えてもいいと思うよこれ、はいはい、一応ここで作ってるけどこういうふうに見てもまた感じが違うと思う、うん、これ、まあ、これからの木だもんねこれね。そうですね。一応ここまでできればもういいと思うよこれ。じゃあここからやっぱここで完成ではなくてこの先を考えた作り方っていうんですかね、うん、っていうのがまだこれ作ってる段階だからね。本県街とこれなんていうんですか、模様木っていうんですかね。これは なんていうの、模様木だろうね、うん、今ここで全部決めちゃわないでって感じですね、うん、作り方として。まあ表面は変わると思うよこれ、うん、じゃこれはあの枝のこう分かれ目をきっちり見せてった方がいいかなと。なるほど。これもそうですよね、うん、こうやって上から見ると分かると、こう全体でこう、ね、こもり作るんじゃなくて、うん、枝をピッピッて一つずつ見せていく方がいいかなと思うんですよ。だから僕みたいにこういうふうにこういうふうに作るのも、うん、この時はいいかもしれないけど、うんうん、生えてこなくなっちゃうんですよね多分ね。作り変えるのが難しくなってくるから、そうそう、うん、そういう部分じゃこういう作り方が将来性を感じるのかな。骨格だけ作っとくだね。そうそう、幹とかね、こういう細かい曲げが後々生きていくのかな、うん、多分生きてくると思う。針金、ね、もうちょっと細かくてもよかったかなって。角度がね、もう45度以下でもいいと思う。これあ、ここの巻いていく角度が、そう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 、あ、その方が曲げやすいから、うん、その方が曲げやすい。細かいものいっぱい作られるから、はいはい、購入した五葉松ちょっとね、今はこんな感じで3つ葉椒がね、まあいいかなと思って買ってきた。なるじゃん、これもなりますかね。なってくれよ。これだろ、この葉椒だろ。この葉椒が一番ね、うん、いいんですよ。いい葉椒だよ、これが一番いいんで。いい葉椒でした。まあそんな感じで、うん、今回は五葉松のミニ盆栽第一作目っていうかね、木と枝の模様を合わせたっていう感じ。なるほど、っていうような形で、うん、まあ作っていくということでした。ありがとうございました、はい。ちょっと頭のやつ切っちゃおうかって話から今一周回してます。いい落ち着きどころがないですよね、これの。これ相当食い込むよ、針がね、はい、これなくてもいいと思うんですよね、その枝、うん、こっちの方がいいな。改作が始まってるんですよ。一個抜くよこれ。はい。そうそう。全然なんか。全然変わっちゃったね。全然違うのだったけど。え、これは正面もこっち？正面こっちでいいかな。ここが内側になってるから。うん。これも生かす？うん。これ生かす。これも生かしなんだ。これ取っちゃった方がいいよ、小さくするんだったら。そうそうそう。もう小さく。ちょっとこう切ってみるか。これ。あ、縛ってるんですよね、うん、こうか、こうだよ。小さくだったらこれ取っちゃえば。そうですね。これが今どういう状況なのかな。これはね、前枝だね。前枝、これもうちょっと縮めてくるか。そうですね、なんかこうこっち側向いてる気がして、シューってここ流れてる感じ。いやでもやっぱ頭の上長すぎるんだよな、それ。これいいじゃん、これ。あ、いいですか、これ。ちょっと長すぎるなって。全体的ですか、ふわーってこっちに流れてる感じ。じゃあもうこれにしましょう。こっちの方が線で見せる感じしますよ、確かに。ちょ
ちょっと大きくなっちゃうけどね。大きくなっちゃうけど。された時にね。このやつはここまでしてるんだから。改作ですね。正面も変わって。うん、ちょっと形全然変わっちゃったけど。ちっちゃく作ってたのに。まあでもこれも可愛いです。あの、はい、これね、先生に教わるときにね、うん、同じ先生に教わるのってダメなの。なるほどね。こっちが正面で一人先生作ってて、はい、で、違う先生に見てもらって、正面変わっちゃったから。そうですよね。これ、先生だったらまあこれですよね。人によって変わる、やっぱり。全然、気がダメになっちゃう、そうすると。気がダメ。本当だよ。変な方向にしちゃって。なるほどね。だから私はね、他の先生見たやつは、ね、見ないやつ。そうですね。変わっちゃうもん。変わっちゃう。気がいじけてきちゃう。こんなになっちゃうから。こんなになっちゃうから。でもこれいいね。これもいいですよ。確かに正面がね、これがね、嫌味かもしれない。これの方がいいと思う。大きさも、でもね、バランスもいいし、やっぱどうしても考え方として、うん、差し枝裏枝頭をちゃんとやろうと思っちゃうんですよね。難しいんですよね、うんうんうん、こういう感じの木って。じゃあこれやっぱりね、若い木か古い木かって。そうですね。それ見て、うん、今どうするかっていうのをそう決めていかないとね。なるほど。これ何枝っていうんですか、これ頭なんですか、このふわは。うん、頭。こういうのもあるんだ。こうへこんでる方が正面って。まあ、基本そうですよね、うん、こっちが正面、こっち背中だから、うん、この頭がこう伸びるのは僕はあんまり見たことない。こうひらーってこう風が感じるでしょ。これ配置もね、上から見て分かる通り綺麗なんですよ、うん、普通の盆栽らしいなってなんかをカッてこうそう傘みたいな作ってるじゃん、ね、多分普通の盆栽でこの頭ここですよね、うん、だから これがこれ切ってここを頭にするのが普通の盆栽というかよくある盆栽、うん、先生ちょっと独自の路線も持ってるから、うん、当然のあれとこんもりした木作れないんだよ。こういうのばっかりだ。作れないというかあんまり好きじゃないんじゃないですか。好きじゃない模様木ね、うん、こう枝が見えないとさ。そうそうそう面白い。まあ今日はそういう感じでした。ありがとうございます、はい。